里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。そう、はい、秋山選手、はい、須郷選手、はい、メジャーに。そうですね、まあ秋山は FA でね、はい、あの筒香はポスティングですけど、まあ行きますね。はい、筒香にめちゃくちゃ興味あるんですよ、メジャーで。はい、え、なんでですか。あの日本人でメジャー挑戦した人で、はい、うん、結構成功してる人が多いのって、はい、秋山タイプですよね。イチローさんとか、うん、青木とか、はい、福留とか外野だったら、はい、あのこうアベレージ中距離ヒッター、うん、もしくはアベレージヒッターで足もある、もしくは守備うまい、うん、人たちが結構メジャーで生き残っていってると思うんですよね、はい、で田口さんとか、はい、でまあ、内野だったら長田かって井口さんとか、うんうん、あのどっちかというと中距離で守備もうまくて、はい、まあ、足もありますよっていう人が、はい、結構ここまでメジャーの野手で成功してきてると思うんですよね、はい、まあ、でもその中でもなかなかね結果的に難しかった選手もいましたけど、はい、だからパワーヒッターでメジャー行ったのって、うん、まあ、松井秀喜さんですよね。あ、そうですね。日本で50本ホームラン打って、はい、メジャーに行って、うん、1年目は十何本だったんですよ、うんうん、で最多が31本なんですよね、はい、それでもですよ、うん、それでもって言い方失礼なんですけど、はい、もっとイメージ的には打つのかなと思いましたけど、はい、だその中で、まあ、筒香ってどっちかっていうと、もうね、お世辞にも守備とか足がめちゃくちゃあるとは言いにくいじゃないですか。まあもうパワーヒッター、もうパワー、もう超長距離ヒッター、パワーヒッターでっていうところで、はい、うん、どこまでメジャーで活躍できるのか、うん、正直めちゃくちゃ興味あります。なんか今後未来に向けてどうなのかっていうね。でも打てばいいんじゃないですか。でもそれが松井秀喜さんでも31本なんですよ、うん、まあ、まあそうか、もう日本で50本打って次の年行ってますからね、はい、メジャー、うんうん、それで最初十何本だったんですよ、はい、1年目は。すいません、私詳しくないんですよ。メジャーだと何本ぐらい打つとそのホームランまあいいかなって感じですか。松井さんだったらどのぐらい打てる。まあ、だってホームランを争いできるんちゃうかっていう夢持つじゃないですか、はい、松井秀喜さんが、うんうん、だってイチローさんが行って、はい、首位打者争いしたりとか、首位打者なんて最多安打打ったりとか、うんうん、ね、1年が200何本打ったりとかするわけじゃないですか、うんうん、だからタイトル争いするんちゃうかと思って期待感ありますよね、うん、ファンとしては。そうですよね。だから松井秀喜さんってなったら、うん、ホームラン争いってなるじゃないですか、うんうん、そしたら 4,50 本打たないといけないですよね。そうか、メジャーでそんなに打つのか。だって日本でも、はい、だって今年山川が40何本ですからホームラン王になるのに、はい、うんうん、だやっぱり、まあ、もちろんその年によってね、はい、30本台で取れる年もあるかもわかんないですけど、 4,50 本やっぱ打たないと、はい、ホームラン王になれないわけじゃないですか、まあ、そうですね。でもその期待感は持ってましたよね、松井秀喜さんだったら、はい、みたいな。いやでも私ぐらいからするとなんか、まあ、日本よりメジャーに行きたいってことは、メジャーってなんか、まあ、すごいってイメージあるじゃないですか、まあまあ、野球の中では、うん、もうメジャーリーグが最高のリーグなんで、じゃないですか、はい、そこで30本打てたら、わあすごいって私はなっちゃいますけどね。いやもっとやっぱ日本でトップなんで、はい、そうですね。あ、やっぱり期待感となるじゃないですか、うんうん、はいはい。だから筒香にも、だから今後の未来の子供たちに向けても、うん、はい、ホームランバッターがこれで筒香がうまいこと成功していけば、うん、筒香が松井秀喜さんとかイチローさんのようになりたいと赤子を持ってメジャー行くと同時に、はい、うん、次の未来の若者たちも、はい、筒香選手のようにメジャーでホームランいっぱい打てる選手になりたいと思っていう人がなることによって野球界の底辺が広がると思うんですよ。ああなるほど。僕はもう野球界の底辺が広がっていくのの、はい、うん、もう一番早いのはもうメジャーで日本人が活躍することなんですよ。はあ、まあ、サッカーとかでも、はい、やっぱりそのまあ J リーグを別に下に見てるわけじゃないですけど、うんうん、海外サッカーで活躍している人、うん、もしくは日本代表で活躍している人を見て、本田みたいにとかね、うん、昔だと中田秀さんみたいにとかっていう、うん、はい、中村俊輔みたいにとかっていうところがあるじゃないですか、はい、やっぱりメジャーで活躍することによって、うん、だって情報番組がね、はい、お昼の、うん、大谷とか、はい、マークもそうですし、はい、メジャーの試合を1打席目ホームラン打ちましたとかやるんですよ。はい、日本の試合やってくれないでしょ、お昼のワイドショーで。ないです。基本的にメジャーの試合ってあれですもんね、そんなにね見ないというか。そうですね、流れない。それでも、はい、そう、日本人が活躍すると、うん、メディアでどんどんやってくれる、まあ そうですね、それによって、うん、若い子供の世代たちが、はい、そう、大谷ようになりたいとか、うん、マー君、マイケン、ダルビッシュのようになりたいって言って、うんうんうん、野球を始めてくれる方が僕は大きいと思うんですよ、はい。だから僕どんどんメジャーに行った方がいいと思うし、うん、行っても活躍してほしいし、うん、だから筒香が非常に興味あるんですよ。へえ。秋山は多分僕活躍できると思うんですよ。はい、普通に。それはなぜですか。
やっぱ今まで活躍してるした選手たちとよく似てるから、うん、あーなるほど、足もあるし、はい、守備もうまいし、うん、で左で、はい、っていうところで、うんうんうん、過去見ててもやっぱそういう選手活躍してるんで、はい、で外野手 で、うんうん、で僕秋山は、多分僕いけると思うんですよ、その多分そうなんですね、いい感じで、はい、でも佐藤さん前 何の時だったかな、そのまあ、日本のプロ野球で一芸が引いてた方がプロになりやすいみたいなことを言ってた記憶があるんですよ。だったら、まあ、メジャーでも一芸が引いてた方がなんかこう目立ちやすいんじゃないかなっていう気もする。その引いてたってことは結果出てるってことですからね、はい、勝手に事情じゃダメなんですよ、はい、俺パワーあるから出ちゃダメなんですよ、はい、だから引いてるかどうか行ってみてそれで成功できるかどうか分かんないじゃないですか。あ、そっか、メジャーに行ってホームランバンバン打てれば成功ですもんね。成功する、はい、それだったら一芸があるようになるんですけど、うん、行って打てなかったらそれ一芸ないじゃないですか。確かに、そっか足めちゃくちゃ速いよってメジャー行って、はいはい、盗塁30個も40個もできたら、いや一芸足あったら一芸でいけるんだよって言われますけど、はい、足速いんやってメジャー行って盗塁10個しかできなかったらそれもう一芸引いててないよってなるじゃないですか。そっか、秋山選手の場合は3拍子揃ってるから、そうそうそう、あとセーフティーとかの内野安打とかも多分、はい、うん、アメリカは内野も天然芝なんで、はい、打球が死ぬから内野安打もあるかも分かんないし、はい、で動くボールでも、うん、そのコンパクトに振ってっていう、うん、そのホームランとかいるわけじゃないんで、うん、そういった適応能力はあるんじゃないのかなと過去の成功例を見てるとね、はい、そうか、じゃあ筒香選手がもうバッティングが全然ダメだった時にもうどうしようもなくなる、どうしようもなくなるんですよ、うん、だからリスクは高いんですけど、はい、でも僕はすっごい期待してるんですよ、はい、あーでもこれはもう日本の未来を大きく変えるって言ってもいいぐらいの、今まで筒香選手タイプって松井秀喜さん以外いないですか、メジャー行った人。いや、いないと思います。いないのか、そういう、そっか、いない、やっぱ C って言ったら福留、うん、あ、そのホームランめっちゃ打ってっていう、はい、うんうん、でも福留は守備もうまかったし、はい、肩も良かったし、はい、っていうところで、うんうん、そうディフェンス力もあったと思うんですよ、はい、そっか、じゃあその一芸引いててますっていう選手がメジャーに行くってなかなかないんですね。そうそうそう、だからすっごい期待値してるんですよ。へえ、だからどこのチームに入るかも大事ですよね。はい、あんまりバリバリ強いとやっぱメジャー30球団あるんで、はい、今年もそうですけど、はい、100敗以上してるチームがあるんですよ、はい、複数、はい、あ、100敗以上、だから1位とゲーム差40何ゲームみたいなところもあるんで、はい、僕出れるとこ行った方がいいと思うんですよ、うんうん、じゃあどちらかって言ったら、まあ、言えば弱いチームに入った方がいいですか。僕はそっちの方がチャンス大きいんちゃうかなっていう、うんうん、だってやっぱ競争も激しいじゃないですか、はい、強いチームは、うんうん、まあ、もちろんそこで結果出せればいいんですけど、はい、うん、どうなるかっていうところ で、ね、まあ、自分が出れやすいとこ行った方がいいですよ。だって僕、うん、大谷選手もそうだと思うんですよ、はい、二刀流で、うん、あれもし、まあ、エンジェルス DH ありますけど、はい、もし昔ねボストンレッドソックスのオルティスみたいに、うん、はい、DH 専門の強打者がいるチームに行くと二刀流できないんですよ。そうかそうか、だそういうとこが DH に入ってるから、はい、で大谷が打席入るときにその人 DH が外すかちょっと外さないじゃないですか、うん、二刀流できるチームを選んでいったわけですね。そうです、だからもう超スーパースターが DH にいるようなチームにはいけないんですよ、はい、うん、そっか、チーム状況にもよるわけですね。だからバリバリ強いところには、うんうん、二刀そのチームで二刀流って多分できないと思うんですよ。へー、だってレジェンドの DH を引っ込めて、うん、じゃあ大谷を DH に置いて、うん、で投げるときはその人出してて、そんな中途半端なことは、うん、このスターが許さないんですよね、はい、そうですね確かに。じゃあ筒香選手は本当に強打者がまあ言えば少ないチームとか、うん、その外野のポジションが空いてるとか、うん、その競争が少ないチームに行って、うん、でそこで成果出してその後移籍とかね、あー、なるほどね、の方がいいんじゃないのかなとは思いますよね。へー、そう思うと、まあ、田中将大投手とか前田健太すごい、まあ、ヤンキースドジャースって言ってるじゃないですか、うんうん、あれっていうのは本当に、いや、すごいですよね、すごいことなんだなって今すごい思いました。本当そう、はい、強いチームでローテーション張るのは本当すごいと思いますよ、うん、はい、ちなみにですけど、うん、佐藤さんだったらどこ入りたいですか。いや、もう、はい、弱いとこ行きますよそんな弱気ですか。はい、はい、だって僕がだってロッテ選んだのも弱いからですからねなんか言ってましたね、言ってました僕はもう強いところに出れるところっていう思考なん で、はい、でそこで自分の力を示して、はい、結果出して移籍していけばいいじゃないですか、うん、あ、そうですね、後にね、うん、地道にしたから頑張っていけばいいわけですね、はい、あの僕ちょっと、弱い思考なんで、はい、あのそう
いきなりそんな強いところ俺ちょっときついんちゃうかと思っちゃうんですよ。なんか喋りとか見てるとすごいなんかイケイケだ気がするんですけど、うん、保守的なんですもんね。そうそうそう、保守だけにね、はい、